はい、皆さんおはようございます2月27日シアトル別院日本語法座ようこそお参りくださいました、えー、まずいつものようにですね音読さんから始めさせていただきたいと思いますその後皆さんとですね三景門来三門を拝読いたします 如来ら

人参受け方し、今すでに行く。仏法聞き方し、今すでに聞く。この身根性に向かって土せずんば。さらにいずれの将に向かってかこの身を土せん。大衆ともに、死神に三方に帰し立てまつるべし。自ら仏に帰し立てまつる。 まさに願わくば主情とともに大道を大下して無情意を起こさん。自ら方に帰し立てまつる。まさに願わくば主情とともに深く胸像に入りて知恵海のごとくならん。自ら僧に帰し立てまつる。まさに願わくば主情とともに大衆を通りして一切無下ならん。

はい、改めましておはようございます。御、えー、法は始めさせていただくにあたってですね、えー、まず御三代挙げさせていただきたいと思います。今一度、合唱礼拝お願いいたします。和言愛語にして、心を先にして、縄文す。仏説無料受教。 ナモアミダブツナモアミダブツナマタ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 改めましておはようございます2月今日が2月最後のシアトル別院日本語法座日曜日のですね日本語法座になりますえ皆様いかがお過ごしでしょうか あの2月になって今年はですね12月ぐらいがぐーっと気温が下がって雪がたくさんシアトルはですねこの辺りは降ったんですけれどもその後ちょっと1月2月前半っていうのはちょっと暖かい日が続いてこのまま春になるのかなと思ったら今度まだぐーっと下がったりですね気温が下がったり。 あの暖かくなったり寒くなったりを繰り返しておりますけれども、まあ、その時にふとねあの昔あの学校で教えてもらった四字熟語を思い出しましたあの三寒四音三寒四音という四字熟語がありますね三は三数字の三ですね「寒」っていうのは寒いという字「四」というのは「四」「温」っていうのは「暖かい」そうあの3日間 三冠ですからちょっと寒い日が3日間ぐらい続いて4日間ぐらいあったかい日が続いてあのそれを繰り返しながらですね少しずつ春になっていくんですよというふうに教えていただいたような気がします。あの四字熟語というのはですね他にもたくさんありますけれどもその四字熟語えっと仏教の教えの中から来ているものもたくさんございます。 まあ前にも一度紹介させていただきましたけれども、例えば、宿泊句、宿泊というのはあの仏教から来た言葉ですねで。今日はですね、もう一つ四字熟語、和言愛語 <coughs>、こういう和言愛語、聞かれたことありますかね、和言愛, <coughs> 愛語と読みますけれども。 こういう、あのこのことをね、ちょっと紹介させていただきたいと思います。この和言愛語という言葉はですね、あの私たちがお唱えさせていただいている仏説無量儒教の中に載っているよあの教えの一つです。法蔵という菩薩様がですね、おられて、阿弥陀という仏様になっていかれる、その話がですね、その仏説無量儒教の中には載っているんですけれども、法蔵という菩薩様が、よし、 私も仏になるぞ、そういうですね、目標を立てられる、誓いを立てられるんですね。で、その目標を達成するために、いろいろ努力なされます。いろんなご修行をなされます。その一つが、和言、愛語。和言、愛語。これですね。和言、愛語。まあ、柔らかい顔で、優しい、愛のある言葉をかけていく。今日はこのですね、 和言、愛語という教えについて皆さんと一緒に考えてみたいと思います。まあ、いくつかですね、私の,あの紹介させてあの、経験の中のね、ことを紹介させていただきたいと思うんですけれども。 皆さんもね、よくもう車を運転されるんではないかなと思います、私もまあ日本にいるときもね、よく運転もしてましたしまた、アメリカに来たらやっぱり車がないとあの生活がとても不便ですので、あの車をすることは多いんですけれども、まあ、車を運転してるとですね、やっぱり渋滞に引っかかることが多いですね、特にここは、あのこのお寺は町の中にありますので、あの渋滞に引っかかることも多々あります。 その渋滞の原因なんですけれどもやっぱり事故ににによよるる渋滞っていいいううのが一つ大きなな原因になっているように思います高速道路のねハイウェイの脇を見てみるとそういう事故によって壊れた車の破片だったりとかですね窓ガラスのようなものが落ちてるのも見かけますまあそういうのを見るとねやっぱり自分も気をつけないといけないなと思いますよね。 あの誰も事故を起こしたいと思って運転しているわけではないんですけれども。車の事故っていうのは誰にでも起こり得るものですね。今の最近の車っていうのは、そういう事故を防止するためのいろいろな機能がついています。しかし、まあ、その機能も大事なんですけれどもね。それに頼りすぎることなく、自分自身が事故をしないように。気をつけながら運転することが大切ですね。 私はです、ね、これまで本当に大きなちょっとした事故,事故っていうかねあるんですけれども大きい事故っていうのはまだしたことはないんですけれどもやっぱり「はあ、危ないな」と思うことは運転しながらですね「あちょっと危なかったな」と思うことはやっぱり度々ありますそういう運転中にですね「あ危ないな」っていうふうな状況に出くわすっていうのはいくつかやっぱり原因が考えられるんですけれども。 そのうちの一つはですね。急いでいる時、急いでる時ではないかなと思います。皆さんどうですか？急いでる時運転している時、皆さんもちょっと考えてみていただきたいんですけれども、私の息子はですね。まあ、ここシアトルですね。で、プリスクールがですね。あの幼稚園があのレドモンドの方にちょっと離れたところにある幼稚園に通ってるんですね。 朝からだいまあ30分ぐらいかけてそのプリスクールに送っていくんですけれどもやっぱり朝っていうのはですねバタ,バタ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 してやっぱりギリギリに出発するっていう時間ギリギリになって出発するっていうこともしばしばあるんですねやっぱそういう時っていうのは少しやっぱり運転のスピードっていうのが速くなったりですね少しでも前へ前へ前へ行こうとしてしまうことがありますそうなるとですね 前の方ばっかり見ていて横とかですね後ろへの注意っていうのが散漫になってその結果としてですね横から入ってきてる車に気づかなかったりあの自分が車線を変えるときに横走ってる車がに気づかなかったりですね、まあ、時には 前がブレーキをかけているのに、そのブレーキかけているのを気づかずに、ちょっと自分がブレーキを踏むのが遅くなってしまったりとか、あのそういう風にですね。事故を危ないな。起こしてしまいそうになることもあります。本当にそういう時はひやっとしますね。自分が焦ってますので、心に余裕がなくなってですね。周りを見る視野っていうのが狭くなってしまっているんだなと思います。 運転中そうですね私も他の車を周りを見てるとですねやっぱり自分以外にも急いでいる車あこの車急いでるないう車に出くわすことがありますまあ時にはですねそういう車が自分の前にパッと入ってきたりすることもあるんですけれども皆さんもそういう経験ございますかねそういう時にですねどう思うかって言ったらカって 思うこともももあるかもしれれませんけれども、まあ、私はできる限りですねそういう時は心の中に、まあ、笑顔を作って「はいどうぞお先にどうぞ」というふうにね思いながら運転するように心がけています。まあ、もしかしたらですねそういう急いでいる急いでいる車私の前に入ろうとしている車の運転手であったり乗ってる人がですね、まあ、もしかしたら急いでトイレに行きたいかもしれないですよね。 もしかしたら急いで運転している方のその車のご家族の誰かがですねもしかしたらご不幸があったとか重い病気にかかられているとかで急いで病院に駆けつけないといけないそれ,それで急いで運転しているのかもしれません。もちろんねそれは私が勝手に 思っている心の中でね勝手に思っていることなんですけれども、まあ、そういう人はもうそういうふうに思いながらねお酒にどうぞ先行ってくださいというふうに思うことで、まあ、どこか勝手になんですけど、まあ、人助けしたような気分にもなってます。まあ、と同時にですねそういうふうに思うことができると心の中にも少しずつ余裕が生まれてきて心の中に余裕が生まれてくると じっくり周り周を見て運転するることができるようになるそれができるとですね事故に遭う確率も減りますしあの、まあ、楽しくね運転することができるんではないかなと思います。まあ自分の心の中に余裕を持つにはですねやっぱり時間に余裕を持つことも大切ですね。まあ朝の,この送っていく時であればですねギリギリに出るんではなくて朝、まあ、5分早く起きて。 5分早く出れるようにすればその5分の違いっていうのはすごく大きいんではないかなその5分の違いであのまあ、リラックスして楽しく運転できるようになる事故も起こさずにですね事故に遭う確率も減らして運転することができるんではないかなと思います。ももう一つちょっとご紹介したい経験ががあるんですけれども私がまだ長崎に いる時にですね一回あのお坊さんのミーティングに参加したことがあるんですねミーティングの後は中華料理のレストランであの懇親会が予定されていましたそのミーティングが少し長引いてですね、まあ、よくあることですねミーティングが長引いて懇親会に行くその会場までの移動時間っていうのが本当に短くなってしまったんですねその時にですね そのミーティングの閉会の挨拶で、司会の方が本当にあの優しい顔で、こういうふうにおっしゃったんですね。これでミーティングを終了します。この後、懇親会が開催されます。時間が押しておりますので、速やかに会場へのご移動をお願いいたします。皆さんのご協力があれば、 時間通りに懇親会を始めることができますここで皆さんに一つ考えていただきたいんですけれども他の人に一番迷惑をかけることは何だと思いますか今この状況ではだらだらと移動して時間に遅れることですですが早く時間早くレストランに行かなければいけないと思って 慌てて車を運転して事故を起こしてしまっては懇親会どころではなくなりますかえって他の皆様にご迷惑がかかりますですのでくれぐれもくれぐれも安全第一で速やかな移動をお願いいたします、まあ、というふうにですね司会の方が優しい声で優しく語りかけてくださったんですね。 まあ本当に私その時はですねあの私もずっと時計を見ながら「あこれ早く行かないととにかく急いでそのレストランにね行かないといけない」というふうにちょっと焦って考えてた人間の一人でしたその司会者の方はですね私のそういう焦ってる急いでる心を汲み取ってくださって そのよううにに話してくだださったんだなというふうに思いふ思ましたその方のまあ優しい顔でのコメントのおかげでですねその挨拶のおかげで心にゆとりを持ってその懇親会の会場に移動することができました今日の冒頭にもですね最初ご紹介いたしましたけれども 蔵菩薩のご修行の一つにですね、この和言、愛語という四字熟語がありますよ、教えがありますよというのを紹介させていただきました。これ実はその後にですね、和言、愛語、千に縄文、また別の、ちゃんと続くんですね、千に縄文。で、どういうことかというとね、千に縄文というのは、相手の思いを汲み取ってということです。 相手の思いを汲み取って和言愛語をしてくださいねいねねとうことです、ね、相手の思いを汲み取って柔らかな顔で人と接して優しい言葉をかける相手のことを考えずにただ優しい言葉を言えばいい優しい、ね、顔,顔を尽くすればいいというわけじゃなくてちゃんと相手の心を汲み取ってそういう柔らかな顔で人と接し言葉をかけるというのが和言愛語です。 菩薩様はですね今日最初も話しましたけれどもそのようなまあこれはご修行の一つですねそういういろんな修行この和弦愛護もその修行の一つそういうことをご修行なされてお悟りを開かれて仏様になられましたですから、まあ、悟りを開かれた仏様っていうのはこの和弦愛護のプロフェッショナルですねこの和弦愛護をいつでもどこでも実践してくださっているのが仏様ですね私たちもですね でききる限り見習っていきたいいいたものだなとううふうに思いますあの生活の中でこの和言愛護を意識しながら生活していてですねあのあできたなあなんか自分ちょっと和言愛護のようなことができたなということがそしたらですね心の中やっぱほっと温かくなって穏やかな気持ちになることができます、まあ、ですけどまあ私のようなですねまあ私もボンブですしねやっぱ慌ててしまうこともあるし いつでもこれを思い浮かべながら生活できているわけではないんですけれどもあのまあ、できなかった日っていうのも多々ありますよねですけれどもできなかったということに気づくことができれば気づくことができればそれは次につなげることができますあ,あ今日はちょっとできなかったなじゃ今度はできるようにしたいなそういうふうに思うことができればですねそれは あの自分のこの学びの過程ですよねこの「和言愛語」という教えを学んでいるそのプロセスになる学びの過程になってくださいますですからできたということも大事かもしれませんけれどもできなかったなと気づくこともとても大切なことです。皆さんもですねここの身のの身回りにあるこの 和言愛語を探していいいいたただきななとと思いますいろんなところで見つけられるの「和言愛語」に基づいた、まあ、言葉であったり行動であったりそういうのが、まあ、皆さんももしかしたら何かしらその「和言愛語」に基づいた行動をされてるかもしれませんしそういう「和言愛語」に基づいたお言葉行動をね受け取っておられるかもしれません。 それを身ののの回りの生活の中で、ね、探していいいたただきたいなと思います、まあ、最初にちょっと戻れば、この和言愛語、和言愛語と心の中でつぶやきながら、ね、運転してみるのもいいかもしれませんね。私も忘れないようにですね、日々実践していきたいなと思っております。えー、今日も、あのー、ご法話をですね、聞いていただいて本当にありがとうございました。 寛容は拝読のご文章に返させていただきます。承認一流のご関係の趣は新人のもってほんとせられそうそのゆえはもろもろの造業を投げ捨てて 一心に乱に奇妙すれば不可思議の眼力として仏の偏り往生は事情をせしめたもその位を一年ぽっき入賞上死樹とも尺しその上の照名念仏った 如来我が王女を定めたまいしゴン法人の念仏と心をべきなりアナカシコアナカシコなかしこあなかしこなっぱなっぱな。 あ,ありがとうございました。